浜松市美術館がオープン以来入館者300万人を達成し昨日記念セレモニーが行われました浜松市中区の浜松市美術館は現在新山本二蔵展が開催され連日大勢の観覧者が訪れています昨日は静岡市清水区から家族4人で訪れていた岡田茂也さん一家が浜松市美術館の開館以来の入館者300万人目となり中野裕介市長から 年間家族パスや記念図録などが送られました岡田さん一家は中学3年生の長女が美術部で活動していることなどから開催中の山本二蔵展を見に浜松を訪れたということです新山本二蔵展は9月10日まで浜松市美術館で開催されています